ばんは、カプカプラジオの時間となりました。この番組は毎月第4金曜日22時から京都府立大学京都地域未来創造センター学生部会のメンバーが大学や地域のホットな話題をお届けします。本日のパーソナリティは早葉と夏穂とシュウです。よろしくお願いします。お願いします。今日は新入生が収録見学に来てくれています。わーい。入学してそろそろ1ヶ月ですね。大学生活には慣れましたか？まだまだ不安なことも多いと思うので、そんな不安を解消できるようなコーナーをお届けしていきます。はい。まずはじめは4月14日に行われた新歓野菜の模様をお届けします。じゃあハローを見に来ている新入生にインタビューしてみたいと思います。学科を教えてください。環境デザイン学科です。環境デザイン学科です。環境デザイン学科です。学科の友。学科の友。新歓野菜どうですか？だいぶ楽しいです。まあ、ご飯も美味しいし、歌も聴けるし、先輩優しいし。新入生割引とかありますもんね。はい。100円でいろいろ食べれるのが強い。確かに。とても強い。何食べたんですか？フランクフルトと焼き鳥とカレー。あ、パイ？カレーパイ。うん、食べました。おー、さっきどっちも出ました。これは期待の新生ですね。そうですね。大学生になってこれからやりたいことを教えてください。課題とかあるんですけど、まあ、それもちゃんとやっていって、目標は単位一つも落とさずにっていうのが目標であって、まあ、でも部活とかもちゃんとやっていきたいなと思ってます。ギターマンドリンクラブの楽器体験に来ています。今何やってるんですか？楽器体験をやって、はい、いて、なんか新入生にマンドリン系の楽器とクラシックギターとコントラバスの演奏を一緒にやってもらっています。すいません、マンドリンって何なんですか？マンドリンはイタリアで生まれた弦楽器で、はいはい、アボカドを2つに割ったような形をしているんですけど、ピックを使って2つの弦を一度に弾くっていう演奏法で、すごい綺麗な音色の出る、とても魅力的な楽器です。活動内容とか教えてもらえますか？はい、活動日時を言うと月曜日と水曜日に18時から19時半まで で合奏の形をとって練習をしています。どこかで発表とかするんですか？今年は11月17日で京都コンサートホールにて第50回記念定期演奏会がありますので、どうぞお越しください。じゃあ先ほどステージを終えたミネットさんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。まずミネットとはどんな団体なんですか？ミネットとは京都産業大学の学生で結成されたアイドルコピーダンスサークルです。ユニドルというコピーダンスの大会にも出場しています。先ほどステージで踊られていましたが、感想を教えてほしいです。今日は京都府立大学でのステージは初めてだったのですが、雨が降らない前にたくさんの方に見ていただけて本当に楽しかったです。じゃあ最後に何か宣伝などあれば。ミネットは現在新歓を行っています。アイドルダンスを踊りたい方はぜひぜひ来てください。よろしくお願いします。目指せ焼肉ってどんな企画なんですか？新入生と上階生でペアを組んでクイズに挑戦していただくという企画です。で、景品としてお肉の商品券をご用意して目指せ焼肉と銘打っております。この企画を終えてみてどうでしたか？まあ、同率が出てじゃんけんするというハプニングはあったんですけど、ちゃんと進んで終えられたので良かったなと思います。なんかすごい盛り上がって、ね、アメフト部さんが盛り上げてくれたんで、新入生と上級生とは思えないぐらい、うん、確かに息が合ってました。じゃあ何か宣伝があればお願いします。中良木祭でですね、お笑い芸人さんを呼んだりですとか、移動動物園を呼んで触れ合い体験ですとか、新歓野菜よりもパワーアップしたお祭りを届けますので、皆さんぜひぜひお越しください。目指せ焼肉のステージに来ました。ただいま決勝戦の真っ最中です。京都の名所といえば、京都の名所といえば、では行きます。一斉ので金閣寺。正解です。3番さんに10ポイント入ります。じゃあ次エントリーナンバー4番いきます。では1位の方にエントリーしたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。どうでしたか？出るつもりもともとなかったんですけど、去年2位の先輩に誘っていただいて出てよかったです。
1000分の焼肉券はいつ使う予定ですか？今日参加したみんなでパーッと使いたいと思います。ありがとうございました。はい、インタビューにご協力いただいた方々ありがとうございました。ありがとうございます。新刊野菜大盛況やったね。夏穂ちゃんはあのステージにも出てたけどどうやった？そうやね新刊野菜って新入生向けのお祭りやと思ってたんやけど、実際ステージに立ってみたらいっぱい新入生見に来てくれてて、なんか自分もお祭り盛り上げられたし、あと模擬店とかにもすごい楽しめてお祭り気分を味わいました。新入生の皆さんもたくさんの企画や模擬店楽しめましたか？11月には中木祭もあるのでそれも楽しみにしててください。はい、続いては普代での大学生活についてお話ししていきたいと思います。まずはじめは授業についてお話しします。大学ではいろんな授業が開講されてるけど、2人は今まで受けた授業で面白かった授業とか印象に残ってる授業とかってある？私は中国文学史の授業が面白かったんやけど、文学史っていう名前やけど文学の歴史だけじゃなくて、その作品の内容とか中国の歴史とか作者の性格とか生い立ちとかを先生がすごい細かく語ってくれて、ですごい印象に残ってる授業で。そうか。私は基礎実験っていうのが一番印象に残ってて、科学実験はちゃんと一人一つずつ実験させてもらえて、生物実験ではマウスの解剖をさせてもらって、なんかめっちゃ理系な大学生してるわって感じしてであとはなんか真夏に虫取り網持ってなんか山登って虫取りした時もあってめっちゃ楽しかった、大学生になってからちょっと大学生になってまでやるかとはちょっと思ったけどめっちゃ楽しかった。まあ、なんか1年間で結構いろんな実験させてもらって、なんかスキルアップもできたなと思うし、ただし実験後のレポートが1週間後っていうのがめっちゃ多かって、もういつもレポートに追われてたなっていう印象が強い。私は1回生の時印象残ってるのは市民参加論っていう授業やねんけど、なんか普通授業って先生の講義聞くだけっていうイメージやったんやけど、なんか毎回先生がいろんな事例とかを持ってきてくれはって、大学生の私ならこれができるなっていうのをグループワークとかで考えれたから、90分があっという間ですごい楽しかったかな。やっぱ結構みんなそれぞれやな、でもやっぱり一人一人の興味でなんか履修決めていけるっていうのがやっぱり大学の一番の魅力やと思うし、そうやし履修決めてる時ってめっちゃワクワクするよな。今は1回生の時のこと聞いたけど、これから受けてみる、受けていく授業で楽しみなのとかってある？と私は日本近現代文学っていう授業があるんやけど、三大学合同授業のやつ で去年受けてて、去年はあの村上春樹さんの作品を中心に学んでたんやけど、今年はまたテーマが変わって文学と笑いについて、学ぶみたいで、でなんか普段本読んでる時は意識しんひんようなことを授業で考えることができるから、いろんな角度から文学を楽しむことができるし、あとあんまりない近現代文学を学べる貴重な授業やからもう一回聞きに行きたいなと思って。すごい。私は農政やねんけど、2回生になって専門の授業がめっちゃ一気に増えてきて、で農政の先生ってめっちゃユニークで面白い人多いから、なんかどの専門の授業も楽しみやなと思ってて、で3回生になったら動物と植物のコースに分かれんねんけど、植物生産コースっていう方に進んだら生花キャンパスに行って農場実習する授業があって、そこでなんかいろんな作物育てたり収穫したりとかできるからめっちゃ楽しみ。生花キャンパスに行くよね。そう、みんなでバスに乗って丸1日かけて
私は公共政策学科に所属してるんやけど、うん、なんかもちろん政策のこととか模試作りのこととか学ぶんやけど、うん、その他にも法律とか経済政治社会学とかあと社会福祉のこととかいろんなことが学べる学科やねんか、うん、だからこれから新たに興味が見つかったりしたりするんかなっていうのが楽しみ、うんうんやっぱり学科も違うと楽しみな授業っていうのもやっぱ違ってくる な、まあ、こんな感じで授業はなんか面白いでとか気合い入れて頑張らなあかんでとかいろいろあるけど、うんまあ、新入生は履修に迷った時は先輩に聞いてみるのが一番おすすめかな、うんうんうん、聞いてくれたら先輩も喜びます、うん、ちょっと嬉しいここまで授業の話をしてきたけど時間割ってどうしても空きコマできちゃうやん、うんうん、そうそうそういう空きコマって2人はどうやって過ごしたりしてる？私はその最初の慣れへんうちは大学の中で過ごすことが多かったけど、うん、慣れてきてからはその周りの、植物園の横にカフェがあるんやけど、うん、多分2人も知ってると思うけど、うん、おしゃれなとこ美味しいしなそこに3軒が空きコマやった時にご飯食べに行ってたりして、だから空きコマがあるときに学校の周りを散歩してみるのも楽しいと思う。そうやな、おすすめやな、うん、私はさっきも言ったみたいに結構レポートに追われてることが多かったから、うん、パソコンがある情報処理室とかあと校内学校内にある卵っていうカフェあるけどそこを行ってレポートすることも結構多かったかな、うんうんでレポートは家でやるよりもなんか友達に教えてもらったりとか教えてあげたりとかチーム戦的な感じでやったら結構はかどったからめっちゃ良かったなと思う。大学の課題は協力するのがおすすめやな。そうな、もうチーム戦大事で私はもう暇ができたらあれ気づいたら生協いるなっていうぐらい生協がすごい好きで、まあ、あとは校内の稲森1階に卵っていうカフェがあるんやけど、うん、そのソファー席でゆったりする時間がめっちゃ好きで、うん、空きコマの過ごし方はそんな感じかな、うん、卵のソファーめっちゃ気持ちいいもんな。そう、もう離れられへんしな。空きコマの過ごし方もいろいろあるけどやっぱそういう時間ってぜひ活用していきたい時間ではあるよね。うん、ここまで大学生活のお話をしてきましたがいかがでしたか？私たちカプカプラジオは毎週火曜日の昼休みにミーティングをしています。ご飯を食べながら企画を考えたりおしゃべりを楽しんだりしています。県部検査上海生歓迎なのでお気軽に稲森会館まで来てください。待ってます。待ってます。それではここからお知らせのコーナーです。カプラジメンバーも何人か運営に携わっている地域のコミュニティカフェカゴラカフェのことについてお知らせします。次回は5月26日土曜日10時から大学会館にて行います。と5月は新入生とかも運営に携わってくれて、うん、新しいメンバーで楽しめるんじゃないかなって思うのでぜひお越しください。続いて京都府立大学のある北山地域のイベント情報です。ゴールデンウィーク後半5月3日から6日にかけて植物園で春の植物園フェスタが行われます。3日4日は大芝淵で花や園芸関係グッズの展示販売を行う園芸フェスタと手工芸品やお菓子などの手作り市クラフトマルシェが開催されます。次回の放送は5月25日金曜日22時からです。それではさようなら。さようなら。